どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友カードがですね、ニューリリースということで、こちらをね、発表したんですよね。世界初、ビザの新機能決済を使用したフレキシビルペイのサービスを提供開始ということで、こちらね、2023年の2月3日にね、発表されまして、それと同時にですね、こちら発表したんですよね。オリーブということで、3月にですね、このね、世界初のビザのね、新機能決済を利用したフレキシブルペイサービスがですね、発表されましたので、本日はですね、こちらの解説、速報でやっていきたいなと思います。ということで、2023年の3月スタートで、こちらのね、オリーブっていうのが発表されたんですよね。で、これがですね、すごいです。はい。今までですね、私たちは、まあ、銀行口座からね、その都度引き落とされるデビットカードってありますよね。で、またポイントが貯まるクレジットカードありますよね。で、またその貯めたポイントでね、ポイント払いとかを、まあ、利用させていただいているわけなんですけども、今回ね、この発表されたこのオリーブっていうのはですね、アカウントをね、開設していただければですね、このデビットカードの機能、ポイント還元のあるクレジットカードの機能、またその貯めたポイントをね、利用できるポイント払いの機能、さらにですね、保険、証券までですね、すべてこのアプリでまとめてね、管理がすることができるっていうのが、このオリーブっていうね、新しいアプリになるんですかね。またね、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、ポイント払いのこの4つの機能がですね、1枚ね、集約したマルチナンバーレスカードもですね、今後ね、発行されるっていう風になりますんで、いやね、三井住友カードね、非常に面白いね、発表いたしましたよね。まあ今までですね、そのクレジットカードっていうのはポイントが貯まって、まあクレジットカードでね、利用した方がポイント還元があってね、お得に利用するみたいなね、話をずっとね、させていただいたわけなんですけども、このキャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、ポイント払いの機能をね、まあ一つに集めたこのクレジットカード、まあナンバーレスカードがね、一応発行されるということで、まあこういうのはね、今までありませんでしたよね。ですのでこれをね、一つにね、まとめて利用できるっていうのは非常にね、わかりやすくて便利ですよね。これはね、本当に今回こういったのをね、発表されて、まあ純粋にですね、私たちね、リクマイラーの方からすると、この、まあ、三井住友カードなんで、貯まるポイントは V ポイントですよね。ですので基本的に、マイラーからすると V ポイントっていうのは、まあ、ソラシドエアのマイルに変えたり、またね、丁寧マイルとかね、交換してしまうので、まあ、そういったね、ポイント払いとかは基本的にまあ、使うことはね、ほとんどないんですけども、まあ、一般の方からしてみればですね、そこら辺がね、全部一緒に利用することができるっていうのは、非常にね、使いやすくて便利ですよね。また、わかりやすい部分もあるっていうのと、保険も証券もですね、またね、キャッシュカード機能もですね、まあ一緒に入ってるっていう風になりますんで、これはね、非常に便利になるんじゃないかな、なんていう風に思うんですよね。で、カード券名はですね、一応、もしかしたら変わるかもしれないと思うんですけども、一応こんな感じで発表されておりまして、一般カード、ゴールドカード、プラチナ、プリファードということで、まあこういった感じのね、クレジットカードが出る予定っていった形になるんですよね。またですね、世界初、支払いモード選択はアプリで簡単、フレキシビルペイということで、クレジットモード、デビットモード、ポイント払いモード、いつでもこれがね、切り替えができるっていった形になるんですよね。またね、資産運用の SBI 証券の口座もですね、こちらのこのオリーブっていうアプリだと思うんですけども、まあ複数のアプリね、管理してた時代は終わりですということで、一つのアプリでですね、すべての管理がね、まとまる見えるということで、SBI 証券でね、クレカ積み立てとかしておりますかね。私はもうずっとしてるんですけども、まあこちらもね、V ポイントが貯まるサービスになっておりますので、マイルを貯めている方もね、結構利用されている方ね、いらっしゃると思うんですけども、まあこういったのもですね、まとめて利用することができるっていう風になるんですよね。で、次にね、今回のこのオリーブの特典なんですけども、今回ね、このオリーブでは、毎月選べるお得な特典っていうのがね、選べるようになっておりまして、まあこういった形でオリーブのアカウントなら、毎月200円相当の V ポイントがもらえたり、またね、振込手数料が無料になったりとかね、まあこういった特典から、
選べるっていった形になるんですよね。まあこのキャッシュカード機能はね、三井住友銀行のキャッシュカード機能がね、こちらにはついておりますので、まあこういったのもですね、選んで、まあ無料でね、利用することができたり、まあ V ポイントの特典がね、得られたりとかね、まあこういったのも利用することができるっていう風になるんですよね。ですので、このオリーブっていうのはおそらくですね、三井住友銀行の口座がね、必要になってくるかななんていう風に思いますので、まあ私はね、保有しているんですけども、もしね、保有されてない方はですね、こちらね、おそらく必須になるかななんていう風に思いますので、まあ今回の動画見てね、作りたいなって思った方はですね、発行しておくのがね、いいのかななんていう風に思うんですけども、これがね、ないと発行できないかどうかっていうのはね、一応3月スタートなんでね、ちょっと私の方では分かりませんので、まあもうちょっと待ってもねいいかななんていうふうに思うんですけども、三井住友銀行の口座はね必要っぽいっていう感じになります。で次にですね、ポイント還元ということで、こういった形でですね、 V ポイントもザクザク貯まる最大 15% 還元ということで、これね最初に出た時、おー、好きっす、 15% が来たってちょっと思ったんですけども、あの貯まるポイントはね V ポイントっていう風になりますんで、 V ポイントはね、あのどっかでもう言ってると思うんですけども、 ANA マイルとかね 60% で交換することができますし、まあソラシドエアとかにもね、あの交換することができますんで、わーこれすごいなーなんていう風に思ったんですけども、こちらね新しく V ポイントアッププログラムということで、こちらがねサービス開始になるようなんですけども、 CNBC グループの各社サービスの利用状況によって対象のコンビニ飲食店利用時に最大 5% の V ポイント、またね最大 15% っていう風になるんですよね。一応ね V ポイントアッププログラムの詳細はこんな感じになってるわけなんですけども、まあこれね見ていただければわかる通りですね、一番左は通常のポイント還元ということで 0.5% 還元で、対象のコンビニ飲食店でのタッチ決済利用で 5% 還元ありますよね。で家族ポイントということで、家族の登録をしていただくと、まあ一人につき 1% ね、増えますよっていう三井住友カードのね、まあ特典があるんですけども、まあさらに今回の V ポイントアッププログラム利用で最大 15% 還元っていう風になるんですよね。まあこういった形で 15% 還元って聞くとですね、わあすごいなってなるんですけども、まあ内容ですね、この V ポイントアッププログラムの内容なんですけども、こういった形になってるんですよね。まあ最大 5% 還元上乗せされるっていう風になるわけなんですけども、まあ今回のね、オリーブのアカウントの特典ですね、選べる特典で、オリーブのアカウントのご制約アプリログインで 1% ということで、ここで 2% 取れるんですけども、3つ目ですね、住宅ローンの契約とかね、またね SBI 証券のまあこちらに関しては、まあ利用する方利用されてない方でね、結構取れたり取れなかったりするかなと思いますので、まあ一番簡単に取れるのは最大 2% 還元っていうところかななんていうふうに思いますので、まあ 5% 丸々取るっていう方はもう住宅ローンまでね契約しないとね、この全部はね取れないっていう風になりますんで、まあ 2-3% 上乗せかなっていうところと、あの対象店ですよね、まあ対象店こちらになるんですよね、セイコーマート、セブンポプラス、ローソン、マックとかね、あと飲食店がねずらずらずらっと並んでると思うんですけども、ここだけですっていう感じになりますんで、まあここですよね、あの生活必需品とかはね、あの購入できるようなねスーパーとかドラッグストアとかね、まあ残念ながらそういうものはね今回このポイント V ポイント対象店でね入っておりませんので、この 15% 還元をね最初見た時にわーってちょっとなったんですけども、ちょっと対象店はねそんなに多くないので、まあここら辺ね利用分けてね決済できる方であれば、まあこちら決済していただくのはね、このオリーブのカードで利用していただくのがねいいのではないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ対象店限定っていうところはですね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、三井住友カードがニューリリースということで、世界初ビザの新決済を利用したフレキシベルペイサービス提供開始へということで動画ね解説させていただいたわけなんですけども、まあ内容自体はですね非常に面白いですし、まあ今までですねいろんなのが分かれてたのがまあ一つに集約するっていう風になりますんで、非常に楽しみではありますよね。まあ、今回ですね、発表はされて実質運用は3月からっていう風になりますんで、まあ、三井住友カードのことですので、まあ、おそらくね、ポイントサイトの案件等々もね、出てくるのではないのかななんていう風に思いますので、まあ、ここら辺ね、ちょっとね、期待していきたいですよね。
ということで、今回のはね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。